あのー、最近ね、うん、なんか毎日フォロワーがね230、うん、人ずつ増えてんのほうほうであれなんかすごいななんかパクリ台湾の時よりも影響あるかもしれないみたいな、うんまあ、トータル1週間みた、ね、トータル1週間みたいなあれなんでこんな増えてんだろうって思ったら、うん、その同じ数だけ、うん、大ちゃんってボイスメッセージ来てて ほうあの僕そのインスタとかツイッ X でこうボイスメッセージとか「大ちゃん」って来たら返してるの1個ずつ返してたんですよそれをね YouTube で上げたの、うん、返してる様子を1時間半ぐらいそしたら <laughs> とんでもない数の大ちゃんが送られてきててうわあで今、うん、うその中に何かこう。 なんうの300件か,か500件くらい今溜まってんの。インスタのあのメッセージの。そう。もう最初はね、100とかだったから、うん、なんか終わりが見えるから、返してたんだけど、うん、あれ、古いやつから返すんだけど、うん、4週間前、3週間前、2週間前ってなって、1週間前から5日前ってなっていくの。あれってメッセージがね。この前ね、1時間半くらいやったの。うん 四週間前が、ま、ただお前が大ちゃんってやるだけ、ね、そう大ちゃんで向こうが大ちゃんで送ってきたのを「大ちゃん WeGoToEnter」「エンタ」って返してまた見「終わった」というか「見て!」って返すんだけどお前見てまでやってるそう,うやって<う> 1>, 1時間半して4週間前から 1>, 1時間半したら<う>まだ4週間前やうわあ,あのさやめればってだから僕今ちょっと史上初 SNS っていうこのジャンルで、うん、自分でフォロワー稼いでるんですよ。あね、います自家発電で自家発電で何か見た人がフォローとかじゃなくて俺自分で増やしてるっていうこの、うん、なるほどね、うん、いやーもっとなんかためにやることうど,どうなんですかいやあのそのすごく大変でしょだって大チャーンってやるのって 1>,、うん、で1日2三3 0人フォロワーが増えるのとその労力って今どうなの 対価として。対価として、マジ全然合ってない。じゃあやめなさいよ。もう、9時でし、もうランダムで気が向いた時に。いやでもそう、だからたまにサッカー選手とか、なんかいろんな人から、で、あと、今日誕生日なんですとか、今日野球の引退試合の日なんですとか、なんか誕生日なんです、元気出させてください、大ちゃんとかいうやつに、なんか俺は結構返したいって気持ちも、うん。あるんだけど、もう、わかんないの埋もれちゃったそうか。 みんんなごめん返すつもりはあるけど、うん、いやもうそれ無理でしょうもうもうだからできる限りって言っとけばとりあえずあの今7,000いくつぐらいフォロワーなんで1万まで頑張ってみますお自家発電で <laughs> もっとできるよいろいろバズればいけますからはい、はい、ということで今日も始めていきましょうすがちゃん大ちゃんの登のり どうも、パーティーちゃんの真ん中の赤男、すがちゃん最高ナンバーワンです。どうも、チャンピオンズの、うん、大ちゃんです。あら、うんだ。ポッドキャストオリジナルコンテンツ、すが <laughs> ちゃん大ちゃんのおぼり気、ギ味第67回目始まりました。この番組は、パーティーちゃん、すがちゃん最高ナンバーワンと、チャンピオンズの大ちゃんによる番組です。やったー何ですか何 <laughs> ですかう <laughs> しい大丈夫ですよ。すあの、今日67回でしょ今日6、シャープ67ですね。7月1日、1> 放送放送分でしょはい。 67も、うん、7も11も、全部素数だっていいよ、いいよ。いいよ。あ,あったー,あー、あのー かかり気味から素数の会の時はあの昔ガタピーが結婚式でビンゴをした時にまあまあ,まあ受けたんですって素数となんちゃらって受けてそれがあるからその素数の会の時は素数というノリがあるってこれ今新規増えてんだから説明だりってやめてくれよちょっと姿がちゃん変わったよ変わった昔はもっと素数で喜んでたよ喜んでない過去回聞いてみより一回も喜んでないから いやいや、喜んでた。さすがって,ってそれで言ったら、あの、前、うん、前もこの喜ぶ理由として、唯一、この、まだもう全く、あの係り気味時代、もう聞いてる人なんかほとんどいなかった時前のお父さんが、このノリ好きって言ったのがあって、お前も、じゃあ、親父が好きって言うなら、つってこのノリをお前続けてるわけでしょ。ちょっとお前も、やっぱどっかでも、本当はお前いいやと思ってるはずだよ。<laughs> 持ってないよ。お前も正直もうこの素数のり終わりにしてんじゃないかと、どっかで思ってるだろ。あんなガタピーがさ、打ち合わせでキラキラした目で見られたらさ、こんのできないでしょ。いいんだよ、今もう、ちょっと。まず俺素数が何なのかあんま分かってないもんね。そもそもね、この数学的な。あんまり分かってない。分かってない。素数って何が素数なんだろうっていうの俺があんま割り切れない。割り切れないか。でもなんか、よく分かんない。ほら。 じゃあもういいほらでもこんなじゃあすごい説明してるわもういいよもう違う1かとか分かってるが1かその数字以外でしかバレない聞いた上ではかるわあんま分かんない学がないの俺らそもそもすごい残念そうめっちゃ残念そういいんですよはいということで前回はですねメール紹介したり大ちゃんのリアルなね人生相談でしたっけ 今後どどうするかって話もありましたけどみんなでねあのちょっと支えてほしいというかみんなで話し合ってこう頑張っていきたいっていうところあるね、うん、やっぱ上り気味ではなんか藤本さんの名前だってさ、はい、なんか藤本さんとなんかあうの,そ,のそれこそ、あのー、今月放送ま,まだちょっと言えないんですけどロケをね一緒に行かせていただいて、うん、藤本さんそ,のそれこそ最近ゆうちゃみさんと暢子とよく飲んでるっつって、ね、つるむんじゃないよ本当になんかねでも僕も最近ちょこちょこ藤本さんご一緒することがあって。 パクリ台湾とかもあったりとかさ、うん、あの水ウも一緒だったりとか、うん、で今度もロケ一緒だったんだけど、うん、めっちゃ面白いよねあのあ当たり前なんだけど確かに藤本さんって分かってんだけど毎回会ったらやっぱ面白いなこの人、うん、やばいってなるねなんかあとで、ねうん、あのこれはご飯を食べるっていうロケだったんだけど結構濱家さんと僕と藤本さんでね、うん、こう。 めっちゃ食べないといけないわけだったんだけど、うんうん、まず移動して、まあ、食べたりする。まあそれは放送を見てほしいんだけど、うん、商店街で歩いてる時とかも、うん、もう目に入ったもの全部言うねもう、はぁもうなんも,もなんもな、そただ音が流れてるだけみたいなこともあるもんね。<laughs> いやでもめっちゃ面白くて。で、ね、うん、それこそカメラが回ってない、うん、その、ロケバスの中も、うん、ずっと、 今更スタップ細胞のおぼかたさんのモノマネをしようっつって、<laughs> <ー>スタップ細胞はありますっていうのを3人でずっとやってて。うん、で、なんかやってたら、スタップ細胞、そのおぼかた全然似てないじゃんっていうノリから、いや、俺の方が似てないですけどねっていう、似てなさすぎる方にノリがいて、ふえーみたいな最後 <laughs>、俺の方が似てないですみたいなのをやりながら、その後、 まあまだちょっとさ、オボカさん、ちょっとセンスがあるじゃん。うん、ここのモノマネをするっていう。まあまあ、今更みたいな、ね。今とかいろいろあるけど、うん、最終的にやったのは、アントニオ猪木さんだからね。<laughs> それをどっちが似てないかて似てないか、似てるから似てないかにして、うん、めちゃくちゃ3人でずっとやるっていう。確かに、すごい。ね、やっぱ面白い。すっごいんだな。一にるよ、もう。あのー、俺も前ロケ、帰りのロケバス一緒で、フジモンさんと。うん でそのメンツが、えーとえー、野田クリスタルさんと、はい、レッド・フジモンさんとチャンス・お城さんで帰ってて、はい、まあ最初はなんかちょっとなん,、はい、なんかフジモンさんがちょっとなんかその「はい、なんか女の子とかお前紹介せよや!」とか言ってきたりとかしてい、うんい「するか」と「最近暢子仲いいんですよね」みたいな「いつもだからのぶことその不にするならいいっすよ」みたいな,なんかノリみたいな「うん、なんですなあかんねん」みたいな。うんうん でなんか信子は勝手に藤本さんと遊び行って藤本さんちさん家の,その洗面所とかに勝手に歯ブラシとか置いてくんだってあ俺俺その時一人いたもんあいたそう藤本、うん、さんち話じゃもう、うん、多分このまま藤本さん「えっちますみたって話とかわーってしててでなんかロケバスの帰り道ってやっぱ疲れてるから徐々にさ、うん、そうだよね静かになっていくねそうふわーっと静かで最初野田栗さんがね寝て のの話の輪から外れてで俺もなんとなくちょっとパッと携帯いじってる間に大城さんとジモンさんが「俺のあんま知らない話題に移ったから俺もだから会話に参加しない」でも一応話してる声が聞こえるんだけど、うん、ずっとチャンスさんが昔海外に行ってその結構いいホテルに泊まった時の石鹸が もう人生で嗅いだにおいで一番いい匂いでそれがなんだか思い出せないえその時にホテルで流れていた音楽歌なんかそのあんじゃん、うん、オーケストラじゃないけどそういうはい、はい、その歌聴けば思い出すんちゃうっていう話を、うん、20回ぐらい同じ話を藤本さんがさせるって言って <laughs> 俺は途中で頭おかしくてもう,もういいマジ勘弁してださいと。 話の落ちらへんになると師匠さ「TWODA」<laughs> みたいな歌で「<laughs> 何やその歌」<laughs> でほんでんだっけってそてせっけでもさあかんやろ <laughs> その石鹸ってど,どこで見っけたんいやだからみたいなもうやめてくれっつって本当、うん、ロケバスで一番喋るよねあの人が <laughs> いやほんとすごいすごいわでそれこそパクリ台湾でさ「うん、チョンテスなよじゃなくてさ ダイちゃん指トゥエンターをめっちゃやってくださった藤本さんザキヤマさんでさ、うん、でそのロケの中でもさ、うん、僕「大ちゃん」って言いらしてましたよ、うん、見てでその時かまいたちさん初めてだったのだったからあ初めましてって感じだったけどす,すごいマネんかラジオとか YouTube でたまにやってくださってるの知ってたからあそうん、うん、見てあこれ知ってるみたいな感じでやってくれたりするんだけどうん、うん、で藤本さんもこうちょっと「藤本ちゃん」って。 こう番組流れでね、うん、やってもらおうかなって振って、まあ、やってくださったんだけど、うん、あの「これ何がおもろいね」ってめちゃくちゃあんなに真似してくれてたのに「あのこれもう恥ずかしいね芸人として芸人として恥ずかしいね <laughs> やめてくださいよ」とか言って「ほんまやめや」っ <laughs> <laughs> て言ってオンで裏であオンでオンでね「これい,やいいんだよ別はあれ」 我々後輩が気にすることでは全くないんだけどさまあ一応復帰したてじゃない藤本さんって、はい、そのいつぐらいまでさちょっとさわかんない反省してますみたいな雰囲気っていつまでなんだろうねあ<ー>もうあいやいや,いやもういいのかなこれってでもこれはもう何年経っても言われる方には言われてしまうんじゃないですか<ー>でももう、はい、まあ3年 でも僕ね、僕ね、これ、本当人にもよると思うんですよ。これ、どんぐらいで許してもらえるかっていう。俺、藤本さんはめっちゃ短い気はしませんなんかその、いや、俺もなんか、今かもお前の大ちゃんのいじるとか聞いて、なんかそんなノリ早くねって、味方である芸人が思ったってことは、なるほどね。視聴者もっと思うでしょ。なるほど。これだから、いや、じゃあ、で、これ別にいいんだよ。で、藤本さんがこの芸風だし、愛される人から別に頑張るんだけど、 一応まだ今、みそぎ期間中じゃないまあそうなんすか、ね、上登り気味呼ぼう。はい、今だって、本来ならこ、昔なら断ってた仕事も今、みそぎ期間中ってバンバン受けるじゃないこれ今チャンスじゃない藤本さん。この番、ここに呼べる。で、最近お前も共演多いんでしょはい。どうですか藤本さんゲスト。うんいや。いや、俺めっちゃ嬉しいっすけどね。うん。なんでやねんって言われそうだけど。うん。<laughs> いや、だからこれ言おう。 あなた、みそぎ危機管長だから、ちょドアカテの低コストラジオ番組、はい、あなた出てくださいと。お願いします。<う>あのもし、不安なところがございましたら、あの、信子連れてきていただいて。<laughs> なんでだよ、そのマジ、なんか、僕、俺も目の前で見たわけじゃないけど、その、信子と藤本さんとの、なんか、まあ、パーティーちゃんのラジオで聞くのはどんな飲み方してんのとか、うん、聞くと、うん、バカつまんないよ。<laughs> ノリバカみたいにつまんないようにしてるわ。ほなんか、合う、合うんだって、その、 のりが、ギャル、うん、のぶことユう。ゆちゃみさんとか、その辺の。バカだって、あの二人と会って。<laughs> マジで。ディズニーシーとか行かれてたもんね、なんかついたにいや、めっちゃもうすごいなって改めて思いましたね。ね本当にん、まあまあまあ。じゃあまあ一応声かけてみよう。じゃ<や>ちょっと俺でいつ藤本さんまた会えるかわかんないけど。連絡先とか知ってる知ってます。あ、じゃあちょっと言ってよ。いや、俺そんなのん。お前いいよ、藤本さん。緊張してんじゃねえよ。 いやするだろうまあでもあったらしないんだよね不思議なんかするんだけど俺も暢子と仲いいってこっからもう一個も信用なんか緊張しなくなって <laughs> いや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 <れ>大先輩だよ大先輩やまい出たお前出てるぞお前大悟さんの前でのお前がいやいやいいんだよお前行っちゃえばいいんだお前 <laughs> ちょっとさそうだねだってさ言うてやれよいや俺だっていろんなとこで緊張する場面とかあるよけど どっかオンであのもしかしたらちょっと失礼かもしれないと思っても裏でもかましに行くみたいなでこれをすることによってやっぱり先輩たちがラジオで「いやこの前菅ちゃんとさ」ってなるわけよ。うん、これっていうかをガタピーからああ<ー> <laughs> まあそっか、まあ、ガタピーからフジモンさんに僕らのラジオ ゲストで来てくださいよは別に何の失礼でもないっていうお達しが来たんだけどもあ藤本さんじゃなくてもああラ,ラジオそういうまあそうかほらお前ああなるほどね土佐兄弟もそれでいっぱいゲスト、まあ、結構だってすごい人来てましたもんね確かにねだか誇り持とうぜっていうことよ登り気味に持とうぜ 集中力切れてますなんかええいやいや切れてないですよ <laughs> <laughs> なるほどね <laughs> ラジオで今ありえないことをきてましたよ <laughs> なるほどね気合持って登リ気やっていこうぜって言ってさ「持とうぜ!」あラジオのかけ合いじゃありえないことをきましたけどいやちょっと確かにそういうビッグネームゲストもスやい大ちゃんの登り気り パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワンとチャンピオンズの大ちゃんがお届けしているりさあまずはこちらのコーナー実はあいつつこんんななやつなんです皆さんもあいつってこんな一面が意外にあるんだと思うとその人に対して一気に親近感が湧いたってことありませんかということでこのコーナーでは登り団から僕たち2人にあいつの意外な一面を教えてもらいます。<laughs> まつはい あの大ちゃんの説明の感じは分かったと思いますけどあの久しぶりです、はい、<laughs> 久しぶりに読むからやっぱなそうです <laughs> キャラとか温度感も分かんないこのコーナーって何だったっけ <laughs> <laughs> いやもう数か月ぶりですからね実は、まあ、裏ではみたいなね、まあ、まあまあメール読め分かりますよはい、はいえー、ラジオネームコールテンコーディロイ「すが、はいえー、ちゃん大ちゃんガタピーさんのボバンは」ボバンはこの投稿ではアントニオ猪木さんと「ボはこの投稿ではアントニオ猪木さん ピンク・レディのお二人が日本に広めた我々に身近なものについてお伝えしますとはい、はい、まずアントニオ猪木さんが広めたものは実はタバスコです、うん、猪木さんが1970年代プロレスラーの傍ら貿易会社の経営も行いアメリカからタバスコの国内販売権を取得したことから知名度が上がり国内に広がっていったそうですと次にピンク・レディのお二人が広めたものは実はウーロン茶です ええー。ピンクレディのお二人がテレビ出演の際、美容の秘訣に、えー、美容の秘訣を聞かれた際に、飲んでいると答えたのがきっかけで、健康に良い飲み物として人気が広がっていったそうです。菅<ー>ちゃん、大ちゃんの美容の秘訣は何ですかいや、着地変だな、おい。俺らの美容か <laughs> 全然関係ないじゃん。アントニオ猪木さんね。まあ、これ割と有名ですよね、ねタバスコの話はね。これすごいよね。これちょっとずれんだけどさ。 あのー、先週、あのー、アルピーの平子さんとか、うん、タイムマッシしに山本さん飲んだってやったじゃないでその時にラウンジで働いてる女の子がその会にいたって言ってたけどその子もまあ二十歳の子で、うん、アントニオ・オキさんやっぱ知らなかったええー、もうだから我々が当たり前に知ってるあのレジェンドたちはもうあの世代知らないっぽいわで他の現場でも、あのーまあ、一般の方大学生とか なんか街で声かけられたりなんかで話すきっかけの時とか、うん、やっぱその辺の人知らないたとえツッコミ出したりするんじゃんいや猪木かとか何も伝わんないもうその確かにだってこの前さ「あのワンファイブさん来た時にさ「うん、髪切った?」みたいな話をさ「うん、いやタモリさん」みたいな時もさうん,、うん、なんかポカーンってしてたもんね、うん、なんかそんな、まあ、あの頃はまあ芸能やってたからまだなんとなくやってるからあれかもしれないけど、うん あのの,最大の子にたぶん高め切ったで「いやタモリいや、ね、昼,昼のい,やいいともタモリさんか」とか言っても「うん?うん」ってなるよねそうビ,ビビるよねこれがジェネレーションギャップですよいや違うこれがジェネレーションギャップだよちょっと待ってこれ今お笑い痴漢です <laughs> プレイバック <laughs> やめてくださいお笑いの痴漢はいやだってやだってなることですからそれごめんなさいえーはい、でもさ広めたってなんか逆に知ってる他にも えだからあれでしょ、えー、伊藤聖子さんが日本ジャパニーズラップを広めたとかそう,そうそうそう,そう広めたってなんだろうねええー、でもあのーまあ、志村けんさんの最初はグーとかは有名だけどね,ねあとこの指指すま、うん、これは広まったあの「すますま」であそうやから「指すま」っていう名前になって、ねそ,ね、そうだ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 うんこのみんなの身近にあるもので ねえ。ね。てかさ俺そういうさ広めたくないわかるわかる俺いっつも夜寝る前とか眠れない日思うのよう確かになんかやめとけ無理だやめとけ無理だ諦めたらそこで試合終了ですよ <laughs> 変な言い方ね<ぇ><へ>ん <laughs> こんなにさ変な言い方やってんのにさ広まってないねこれ。<laughs> 本当ね、もうどうしますあと10年やり続けますか変な,変な言い方やり続けますあ変な言い方これ <laughs> が頭おかしくなっちゃうからやめてほしいんだ回して回してってあ,あと美容の秘訣ありますか美容の秘訣サウナあ,あでもあなたは別肌綺麗ですもんね、はい、確かにサウナいいんじゃないですかい代謝良くないと代謝が一番ですよさあ続いていきますよ、うん、ラジオネーム、えー、もうコールテンコーディロイすが、えー、ちゃん大ちゃんとも近しいラパールフェ おみさんの話題ですな<わ>東大ゲの鶴の相方 <laughs> ののおみね実は、えー、おみさんのアクセントがおの方につくそうですおみ,にお,お,、えー、おみの、えー、おみのみの方に下がる、えー、ビーズのイントネーションと同じですおみ,おみ <laughs>、えー、花子の菊田さんが実際にそう言ってるのを横で聞いたそうです、うんえー、文章に表したり話題ですみませんおみを取り立たすのがもう 地上、メディアでおみを取り立たすことなんかないんですから。いいじゃないですか、おみ。えっと、俺、今、最初、おみ上がってたじゃなくて、おみ、おみ、いいよ、いよいいよ、もう、マじもったいねえ時間、鶴が阿部寛さんのものまねしてたらね、美版ンで、堺雅人のものまねしなあで、なんかわかんないけど、似てるし、どんどん仕上げてきたよ、いつも。 今度呼ぶを見。大丈夫？<笑><笑>え。でも呼ぶ。あのお父さんが資金え議員さんなんだよ,、ね、そうだよ。お母さんがね。お母,お母さんがお母さんがえー、あ、いつのさ、そういうパーソナルでさ。お母さんが議員ですごいとかあったでしょ。後輩芸人に新しく入ってきてんのよ。議員さん、しかも多分。 もうすごいなだかせっかくの,その議員キャラも後輩がすぐさ <laughs> やめてよもうさて言ってこの前俺さ渡タっていうさ渡辺の芸人の、うん、若手の芸人たちでアイドルグループを組むっていうオーディションずっとやっててその MC をずっとやってたのね、うん、でそれの最終審査に尾身が残ってて「尾身尾身?おみうん」まあいいもん尾身ど 腹立っちゃって俺の,その何してんのこいつと思って <laughs> いいじゃんあいつだってめっちゃいいやつだよいやいいやつだよ本当に一回中岡さんと俺とおみで3人でご飯行ったことあるわでもそれ中岡さんがいたから行ったろじゃあ今はい今日今撮影今収録なまあ8時半に終わるとするよ今おみから連絡来て「ちょ大ちゃんさんあの2人で飯行きましょうよ今から」僕今ちょうど浜松町いてみたいな「おもじ?」っつって。 2人で行くいやもう全然行かないですよ <laughs> 行かないいだろ <laughs> いやいや行 <laughs> きますよじゃあそれとそんなちょうど昨日お前がたまたまコンビニで見つけたお前が好きな,なんか二郎系ラーメンの新作みたいな、うん、だから今日お前は昼ぐらいから今日あの,あのラーメン食べようって思ってんねコンビニでうん、うん、っていう予定がある状態とおみからちょっとあイジャさん相談あるんでちょっと今から飯行きませんラーメンです <laughs> <laughs> いや、もう、それは言わしてるけど、さすがに、あの、あんまりご飯行ったことないお身から、今、ご飯行こうって言われたら、なんかあんのかなって。あ重い相談。<重い> <laughs> 俺しか聞けない相談なんのかなっていう、ねいいど。どうしたってなるんですけどね、まあ。いや、って、全然相談じゃなくて、マジで飲むだけです、みたいな。って来たら。いや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 。いや、すがちゃんは 俺ももちろん行かないけど最悪だよ行く行く行くよおみ嘘そだよ俺行くよって言われ普通に好きだから俺もうおみゲストで呼ぼうそうてか誰何でんないじってんだよそんなコールデンコールディコールデンコールディいじってんだたぶん優しさでねおみやってくれてますから俺らいじっていじってんのは俺らですかはいじゃあラストリンゴダンネームリンゴパイパイ 菅ちゃん大ちゃん型 B さんのこんにちは。こんにちは。ちはえ型、ー、B って、えー、会社に対して反抗しているふりをして、実は従順みたいですよ。えー、あれ？いやそういやそうとかるもう。 狼ですからまあ確かにね何かやることはやるんですよねガタピー我,我々結構その今ガタピーの声を耳で拾ってね、はい、その代弁する時ありますとんでもない尖った上層部がどうだみたいなね我々無視してるじゃないですか、はい、それぐらい尖ってる尖ってますよ先日ガタピーが仕事用とプライベート用に X のアカウントを使い分けているのを発見してえそうなのえ,えプライベートえっ、ー、仕事用のアカウントのプロフィール文を見たら これまでのプライベートアカウントは自分自身の出世を阻害するものと思いと書いていました <laughs> <laughs>、えー。サラリー、タピーもサラリーマンなんですね。そうなのそうなの知らなかったんだけど。仕事の、はい。仕事のポストね、<ー>はい、はいね。ちゃんとした告知とかなんか思いとかね。うん、上り気味に、はい。ブね、ああ、登り気味にマンファイブゲスト来ましたよ。リポスト、はいはいはい。<laughs> 今までのアカウントじゃできないね、<ー>確かに。はい、なんで日頃あんなことすんのじゃあ。そうよ。うん。なんかさ、ちょっと前もね、うん。はい、ポストも。うん。ポスト <laughs> いや、ほんとに、ポスト、うん、ほぼ下ネタなんだよね。ガタピーの。見返して10個中3個チンコの話してると。そうそう。いや、だから俺思うのよ。ガタピーさ、そ,<う>その、すごいさ、うん。 下ネタをつぶやくじゃん。うん、めちゃくちゃ。で、うん、そのつぶやいた夜中12時ぐらいに、これから帰りますって、東京タワーのすっごい綺麗な写真載せるじゃん。うん、大丈夫か、うん、うなうあのわかるあの、わかるわかる。あの、むっちゃエロいこと書いたと、毎回綺麗な東京タワーを写真上げて、<laughs> なんか本当はだから無理して言ったのかって。<laughs> 本当は 美ししいいもの美美と思うからですね的感覚があるのに「ちんこがどうだ」とかさ「しょうもないこと言ってるからさもういいからもう俺のちんこが東京タワーだって言ってましたそれじゃないそれじゃないそれじゃもう近づいちゃダメですあの子たちプライベート言うと仕事言うわけんじゃなくて1個のアカウントで「ちんこ」とか言わないそっちをしてくださいはい アカウント分けなくていいですかなんでデニーロみたいな。デニーロ分かんないよ、それは。<laughs> はい。ということで、えー、まあ、実は、思い出しました。こんなこんなでした。実は。こんなこんなでしたね。んなこん、ね、だこんなこんなって。実はあいつこんなやつでございました。はい、ご紹介したエピソードはあくまで噂なので真実かどうかは僕たちは責任を持ちませんと。持ちません。持ちません。さあ、続いてはこちらのコーナー。なんだのさの謎をえ スガちゃんがルームシェアをしているリンダカラインフィニティのデンが何者かに殺害された。デンは死のノマギダイニングメッセージを残していた。血文字で書かれた言葉は何だのさ。その意味がわからない二人は、辞書やネットで調べたものの巨大組織の陰謀により何だのさの全ての痕跡が消されていた上り団のみんな、俺たちに何だのさは何なのかを教えてくれ<い>ちょっとごめんなさいごめんなさい。<laughs> これよくメールでいただくじゃないですかコーナー飛ばして聞いてますとか説明のとことキャーも問題あるんじゃないですかこれこの前のこのコーナーの説明と多分んたぶ今 YouTube でこれを見てる人たちの何だのさって言った瞬間に俺らこうやってバーてスキップバーッてスキップされてねでキャーとかそうたくさビさ BG も入るしいやそんなことはないそんなことないですかまあでもこのコーナー楽しみにしてくれてる方もいますからやっていきますよ覚えてます覚えてますよ これあなたしんどいしんどくなります、ね、全然名探偵大ちゃんです指ごってエンター <laughs> いやもうまだカロリーつかないでくださいここから大変ですからはい、はいえー、静岡県ラジオネームゼロドのホムラおそらく、うん、世界的に有名な2人組アーティストロッソビアンコのボツになった曲だと思われますなるほど何だのっさっていう、うん、この言葉はね、うん、楽曲の最終候補まで残ったものの なんか気分じゃないの理由で「ボツ」にしたものとどこかの雑誌で見ました。うん、犯人はロッソビアンコの関係者か相方だと思われます、うん、えとロッソビアンコはえと四千頭身後ととリンダカラーインフィニティのデンが別人格として活動しているラップグループがロッソビアンコというグループでございますが、うん、これのボツ曲がんだのっさなんじゃないかははい、はいな。るるほどなるほどどな いやだからそうなんじゃないですかねって思いますけどね。<laughs> ああでもそこでダイニングメッセージ、デンちゃんが殺害された時にそれを残したってことは、うん、何かその犯人につながるメッセージをもちろん残してるってことじゃないですか。はい、ってことはメッセージ残しているんで。デンがダイニングメッセージ残してると。なんだのさをで、うん、ボツにしたのがロッソビアンコでしょ。うん、ロッソビアンコといえば四千頭身。そしてリンダカラ・インフィニティでしょ。うんうん で、この二組といえば、もともと、ルームシェアをしていたんだよね。はい、ね後藤と電ちゃん、ルームシェアをしていたでしょ。ルームシェアといえば、もう一番戻ってくるのはテラスハウスでしょ。<laughs> テラスハウスといえば、初代はてっちゃんでしょ。てっちゃんです。ああ、ルームシェアといえば、もう、初代は <laughs>、テラスハウスなんだ。はい、もっと昔からルームシェアの概念ってね、ある。もういいだろう。<laughs> しんどいか。まだあるからな。てっちゃんがですか、犯人。 そう、はい、すね面白かったですねいはい<う>まだまだありますから頑張りますもういいよ次コーナーいくまだありますよ、えー、続いては、えー、ラジオネームリンゴパイパイ、うん、はいすがちゃん大ちゃんガタピーさんどうもこんにちはどうもこんにちは なんだのっさですが、うん、以前ゲストで来た好奇心のシンさんがお土産にくれた漢方の頭中下層と同じくらい元気になる漢方の植物だそうですよとなるほどなるほど漢方なんだあそっかじゃあそれを残してることか、うん、ってことはなんだのっさといえばあの漢方でしょ漢方といえばそれをくれたのは好奇心の2人じゃない、うん、でシンかと思えば好奇の方じゃない好奇といえばすごいお金持っちゃったじゃない、うん、で実家がトランプタワーじゃない、うん、だからトランプタワーに住んでる人は誰でしょうかって考えた時に、うん えー、トランプさんです <laughs> <laughs> ちょっと質が質がねちょっと、まあ、こんなに難しかったいや、えー、まあでもこれ調子まあうんしかもこれびっくりなのがこれ俺とかギャタピーがこれしてくれじゃなくてお前自発的にこれやってたんですよそれが一番怖いでしょ怖いなこの頭痛いちょっと一回俺もチャレンジしていいじゃんお願いしますじゃあこっちにしようかなはい はいじゃあいきます、はい、ラジオネーム竹下武武武志竹下武志はいえー、おばあちゃんちに行った時、うん、ティッシュに包んだものを無理やり手渡ししてきて「これなんだのっさやからお母さんに言わんときや」と言われました、うん、怖くてティッシュを開けられませんこれって事件と関係ありますか関係ないよそれは。 あれねよくおばあちゃん小遣いとか渡す時にティッシュにくるっと包んでお母さんにバレないようにみたいなねうんうん、うん、ティッシュにくるんだってことはさ、うん、やっぱりこの隠したいものああでもあなたにとって悪くないものですよってことじゃん。そうだねってことは真の優しさを何なのか うんってことでしょ。心、うん、の優しさを持ってる人なのかな、うん。ちょっとあごさっき好奇心の芯が出たからちょっと別のワードで言い換えていただけたら <laughs> 嬉しいんですけど。<laughs> 疲れちょっと脳みそ疲れてますね。いや疲れるとかじゃなくて、うん、あのー、これってこれってね、うん、元々のルールねな、うんだのさって、うん、ベタななんだのさとは例えば、うん、市内でしたとか。 ただ、ああああめっちゃそっちがシンプルなやつ来たら、そんなシンプルなものなのに、た、えー、しないってことは誰でしょ<ー>で、誰ってことは誰でしょ誰ってことは誰でしょそそっていうのを広げていって、いや、そこまでたどり着くんかいっていう、だった気がするんだよ。うん。そんなシンプルなものがそこまで行くんかいだったんだけど、うん、もう今、何らのおっさがややこしいから、<laughs> もう、ただややこしいだけやで、ね、ほんじゃだから多分、その、上り団たちも、俺たちが不甲斐ないから、こっちで完結させないと、つってこうやって送ってんだよ。<laughs> <laughs> だかから分かった確かにこれ系の時は無理にこれやんなくていいんだなそうなんかこっからだから多分竹下武も多分広げやすいようにこういうニュアンスで送ってきてくれてるからそうだねちゃんとちょごめんもう一回もらっていいメールはいえー、だからまあおばあちゃんにこうティッシュでくるんだものをこれ無理やり渡されて「お母さんに今ん時あったからさっき俺の解釈合ってるよね多分ね、うん、おばあちゃんはいあったこういうのおばあちゃんにありますよ 俺とかもめちゃくちゃいまだに現役でどうですかおばあちゃんだ実家帰っておばあちゃんに行った時は今の台所に呼ばれてああよくねそうじいちゃんにバレないようにこうくちゃくちゃの一万円札こうあって持ってきてこの登り気味の歴史の中にあるいいエピソードの日その1ね 1> えこのその1です、ね、おばあちゃんにいいねでももう俺らがもうもらえないですからねそうそうそうこの年になると本当は もらえないですだから逆にあげるの俺好きですよ最近ああげる側でどれ、はい、にあげるのあだからそのおばあちゃんにあもう、まあ、おばあちゃんにお金渡すフェーズンで来てんの俺渡してますあ,わ、まあんま言うのはあれですけどお小遣いというかあの東京に帰る時はいつも渡してますよあうん東京にその鹿児島帰ってあこ鹿児島に帰った時に、ねうん、仕送りとかじゃなくて帰った時は実際会った時にちょっとあいつもありがとうねいつもみたいなだからもうこれでなんか嫌がるでしょでもばチちいいって。 でもなんかね、いいのみたいな。あ、その、孫の成長喜んでってことなんかね、だんだんこう、なんていうかな。だんだんこう、小んのになっていくじゃん。おばあちゃんたちって、こう、うんうん、歳を取れば取ること。うん、だから全然そんな感じで受け取ってくれてる。あ,あ、そうなんだ。と、うん、いうことでじゃあ、なんなの外は、えー、大ちゃんのおばあちゃんが、えー、孫からお金をもらう行為。正解 <laughs> さあ、このコーナーは <laughs> 今日で最後でございます。<laughs> お前さえしんどいからっつってお前終わらすのよかってこれさこれねちょっとちょっとだけもうあとちょっとだけこれさ例えばダウンタウンさんがさあのガキの使いにこうトークやってたじゃんまあメールでねこう言ったじゃんであれもさ例えばさえっと松本さんってあのいつもなんかおばあちゃんにこっそりあのティッシュの中にくる何かもらってましたよねってあの中身ってなんか例えば宇宙人からの贈り物って聞いたんですけど本当ですかとか言ってなんか え、なんでバレたんっていう広げ方、まあ、あるじゃん。ね、天才、松本人志がこう。あの、もう、松本さんがやるからもう面白い。でも、うん、こんな、こんな、ペーペーのピンク芸人が、<laughs> まあ、自分で言うのなんですけど、ねうん、しかも、このお題も難しいのに、うん、また殺害されたダイニングメッセージっていうの乗っかって、もう、もう、はーいってなってる。<laughs> 確かにねもう僕なんか今もうその若手随一の滑り芸の男とされてますから <laughs> まあちょっと考えていきましょうアンダローロスさんについてまたね。ということでこの物語はフィクションでございます実、えー、実際の実物や出来事には一切関係がありませんのでご注意ください。ごめんなさい実実物、えー、人物人際の えー、なおこの物語はフィクションです実際の人物や出来事には一切関係ありませんのでご注意ください。お願いいたしますさあそして今日はもう一個少し新たな試みをしてみようかなと思いまして以前ね、あのー、期間ごとにメール設定していたのですが、うん、まあ録音メーールテーマごめんなさい、えー、以,前以前は、えー、期間ごとにメールテーマ設定していたのですが録音番組ということもあってね 登りょっとああとりもちょっとスケジュールでねこう不定期で収録してるんでちょっと時期外れになったりとかしてうまくいかなかったと、はい、まあまあとはいえちょっとまあ我々もねいろいろお仕事してこう登り団の新しいねメールも送ってくれる方も増えているのでちょっと気軽に送るにはどうしたらいいんだと送れるようにするにはと,、はい、ということでえ番組がもう最終回を迎えるまで一つ永久メールテーマ設定しようじゃない,なるほどい,いですか、ね。 これいつでも大丈夫よってねさあということで菅ちゃん大茶ちゃの登り気味が最終回を迎えるまで募集するメールテーマはこちらあなたが上りはいはいこの番組のタイトルでもある「上り気味」そして番組の最後に2人で叫んでいる「駆け上がれー!」 これにかけてあなたが登りたいこともしくは駆け上がりたいことを募集します例えば部活でレギュラーに登りたいですとか会社で出世コースを駆け上がりたい m 1での賞レースを駆け上がりたいです石原みさんの全作品で登りたいですしこりたいことも登りたいあなたがプロデュースしてる番組のことしこるにかけるなよこれガタピー考えてるんですどはい何でも OK なので理由とか背景とか書いてもらえると嬉しいですということなるほどねはい じゃあちょっと我々もまあこんな感じでねっていうまあ例というかね、うんうん、ではまあまあ皆さんは今がやってることを一番これを登りたい駆け上がりたいっていうことを言ってもらうんですが、はい、じゃあまあ我々はじゃあこの第何位のこれ頑張りたい登りたいってことをねえなんでそんな難しいことするのうんその1位をさバーって言えばいいんじゃないのなその1位がこれですってえばい,い,いやまあいや我々ちょっとプロですからなるほどね <laughs> まあ確かにねそ,そのその程度の意見なら持ってくるなよ渡辺エンターテインメント所属芸歴10年もなりますから、ね、そうです、ねはい、じゃあ菅ちゃんからい, <laughs> いやいやいやほらもう、ま、大ちゃんからぜひほら,ら,ほらマジ10位何,何位えじゃうんじゃ第12位でいきましょう12位登、はい、りたいこと駆け上がりたいこと第12位 でも僕は結構ね明確にしてあるんであ結構ねえっ、ー、と170位ぐらいまで決めてあるんですあ,あそうなの、うん、じゃ,じゃもうポンポン出るんだこの世界はさ無理ですよそんなことを言ってたらあそうなんだはあこれ言っちゃうかえ秘密秘密にしてたことまあまあそうですね、うん、あめっちゃリアルですよ、うん、えっと 今考えてるわけ考えてないだってだって1何40何位まで考えてるみたいにおっしゃってましたもんねもうもうそうよそうよもう全然考えてます12位ちょっといいですかじゃあいいですかはいあの12位でしょちょうどありますいや早くいや今いや楽しみでございますこうなりたいなでも12位っていう絶妙なあれですからねうん 教えてくださいよ。いいですか？いや <laughs>、ごめんなさい。あの、今考えてないですよね。全然考えてない。まああるんですもんね。ありますあります。それくださいよ。ありますあります。ますはい。じゃあ第ちゃんの登りたいこと第十二話。ええとですね、あの二、ー、重の中で踊ってみたい <laughs> っていうのは十三位でした。ちょっと待っ,待ってください。ちょっと待ってください。え？なもう一回え？もっかいは言いたくない？どっち？もっかい言う？その今言った中身？ いや、もう、マジで、あの、普通に車で現場に行きたい。<laughs> <laughs> ああ、うん。ちょっと、これさ、じゃあでも、あれじゃないちょっと、今、大ちゃん、なりたいじゃん。登りたいと、ちょっとニュアンス違うんじゃないちょっと、見せて、ちょっとごめんい。や、例えば、えうん、例えば、俺の、うん、俺の1位だったら、えっ、ー、と、イケメン芸人ランキングで登りたいとか。イケメン芸人ランキングでちょこちょこいろんな雑誌とかでさ、やったりしてるじゃない、うん それで俺は順位を1位まで上り詰めたいとかなんか上っていくようなことを言った方がいいんじゃないあそういうこと <laughs> ええそういうことだもんいやそうそうそういうことそういうことほらそういうことですあそういうこと、ね、なんか夢なりたいみたいなじゃなくてそうそうそうそれ先言って <laughs> ちょっとこれさマジでさ2人とも分かりづらいね <laughs> 違う違う例えばでね例えばで俺がさじゃあ言おうとしてた時に最初に言ってくれればいいってその <laughs> いや言っても僕ちょっとそういうニュアンスじゃない ままあまあいいですよちょっと水流しましょう大ちゃん <laughs> 大ちゃん水流しましょうよ <laughs> でもうんなんかあのー、CM で使いたいランキング1位になりたいああ<ー> CM 本数ランキング1位 1> ああそう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 、はい、そうそういうこと、はい、今掴みましたねようやく掴みました素晴らしいそうただ CM 出たいじゃなくて <laughs> CM 本数ランキング1位 <laughs> 本数で1位。いやー、そうだね。りたいみたいなね。そうかも。じゃあ、そう。そうそうそう。やっと、じゃあ、改めて、えー、が1位です。が 1>, <は>1位ね。CM 本数ランキング1位が、はい。1>, え1位ですね。はい。じゃあ、2位は 2>, ?2 位はあ、2位 2> はい。2位でいいの 2>, <laughs> ?2 位はいや、びっくりした。今じえ、2位だろ 2>, ?2 位えーっとー、えーっと、えー、えー、 えー、この人を見てると元気が出る人気ランキング1位すいません、<laughs> <laughs> ランキングってつけりゃいいってわけじゃないんだって <laughs> 違うよはいあちょっとガタピーからちょっと提言が今来ますよはいはい、はい、あとそこは2位2位で振ったから、はい、CM にうん CM 本数ランキング2位になりたいとかねそういったボケ方いかがだったんでしょうかという素人が言ってきた最悪だなお前 <laughs> 最悪だよこいつ、はい ここまで入ってきたか。素人の、素人の、ラジオのプロデューサー、小時が、プロの芸人様に、ポケガの指南をしてきたと。何を言うとるか。お前、本当、プライドだけ言っちゃお前だよ、本当に。本当、いい加減にしてくれよ。ちょっとじゃあ、すがちゃん聞いていいごめん。僕に任せてください。えっと、じゃあ、すがちゃんが、じゃ登りたい、駆け上がりたい、えこと。 ああ47いいですねちょうど都道府県の数と一緒ということでねランキングさあょっすああいっあまあガタピーからへそすうとも一緒じゃないかと今はいまあねありますけども俺が登りたいことランキングねランキングじゃないもうランキングに引っ張られちゃって俺が登りたいこと第1位 47位は、淡水魚の中で一番、淡水魚の中で早く泳げる、です。<laughs> 最悪。<laughs> 最悪。この人にさっき指導されてたのか。<laughs> お前、でも、俺はでも一応あれだからな、その、まずお前は、ボケるというフェーズまでルールを理解できなかったからな、お前。ちょっと。この、この企画終わりますじゃあメールテーマ。え、永久ってやってたの。<laughs> 初回<俺>初回俺らが例えばでうまくできないから皆さんはそのまんまあごちゃごちゃ考えてシンプルにそうシンプルでいいのにさシンプルに上りたいことを送ってくださいそうですよはいシンプルでいいですで俺らに教えてやると自信がある方はもちろんボケてもいいですからそうですね、はい、ということでここでエンディングでございます、はい 7月20日土曜日、東京丸の内丸ビルホールにて、ウェル、ウェルネクスト開催。我々が出演するウェルネクストの MC は、サンシャイン池崎さん、キャラソンさんということで、こちらはお昼の12時半から開演。土佐兄弟四千頭身などが出演するウェルでは数年ぶりに厚切りジャイソンがネタを披露。こちらは午後4時から開演でございます。さあ、そして我々 SNS やっておりますので、登り気味公式 X もございますので、そちらの方のフォローもお願いします。はい、そしてこの番組ではメールを募集してます。メールアドレスは、菅大アットマグ JOQR. ネット、えー、S U G A T A I アットマ J O Q R ドットネットでございます。はい、番組を見てるの感想、僕たち質問何でもいいのですねメールをもらえて嬉しいです。お待ちしています。はい、えー。そして我々ふつおた家の実のおつまみ最強座決定戦。目指せ地上波ラジオへの道。えー、恋愛相談。実はあいつこんなやつなんです。なんだのその謎をえ。なんだのその謎のをえもですか。あれ、結局なんだのその謎ってなんだでしっけ。えー、とーあれです。あのー、これが思い出せたら終わる。 えっと、結局なんだってことなんだったおばあちゃんの積んでであるもの失格です、えー、その時のやつはねだ大ちゃんのおばあちゃんが、えー、孫からもらったお小遣いを嬉しいと思う。 餅みたいな、うん、どこまで思い出すたら終われました俺ねあの時の記憶がないの <laughs> なんかあのー、ややこしいこと考えすぎて <laughs> なんかさまっすぐな企画しないま <laughs> っすぐなそんな、まあ、そっめちゃくちゃ難しいねこれちょっとすみませんガタビをちょっと今後企画というかテーマとかね考えるときもちょっとシンプルですみませんすみませんすみません これももうごめんなさいもう先によっても我々もこれも難しいです、うん、難しいこれはむずいあの我々もそう今プライドって喋ってますはいやっぱねなんかあの土佐兄弟さんみたいなあの50音で、ね、こうやりたい50音のやつ <laughs>、うん、バンって出してくれるテーマ、うん、みたいなちょっとラジオパーソナリティとしてもとしんで悔しいって我々も我々も悔しいですが <laughs> 簡単なことしかできないということで、えー、はい っていうなどなどでございます。まあまあ、とりあえずメールのコーナーもメールたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい。そして番組で新たに募集するエターナルメールテーマは。 あなたが登りたいこと、駆け上がりたいことです。はい、えメールを採用させていただいた方、全員に登り気味オリジナルステッカーをプレゼントいたします。うん、え郵便番号、住所、お名前、必ず書いてください。ちょっと発送作業遅れていますが、少々お待ちください。はい、この番組は毎週木曜日の18時頃に更新されます。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聴くことができますし、YouTube では動画付きで見ることができます。ぜひ次回も聞いてください。うん、はい、それではお別れのお時間です。えー、お相 t はパーティーちゃん、すがしの最高のバーと、チャンピオンの大ちゃんでした。いや、今日大ちゃんの意いっぱいです。やっぱり。出てないでしょ やれることやれないことを考えながら駆け上がっていく <laughs> それが大事だと思いますせーの駆け上がり <laughs>、勉強勉強怖いよ何キャラそれ <laughs> 俺の前の相方石原みたいなキャラしてる <laughs> <laughs>